はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は11月の3日で日曜日です。空はね、晴れてますね。いや、今日はね、いい天気。昨日はね、すっごい雨だったんですよ。まあちょっとね、寒いんですけどね。朝もね、起きたらすぐにね、エアコンの暖房をね、入れました。まあちょっとだけですけどね。昨日はね、メインチャンネルの方が、ね、まあ6周年ということでね、そういう動画をね、出したんですけどね。ということでね、初の小さい頃からキューちゃんが来た頃でしょ、で、ジュンちゃんが来た頃でしょ、そういうのをね、ちょっとね、振り返ってみました。いやー、初もう6歳かっていう感じ改めて思うと、もう6年経ったのって感じなんですけど。いやー、初の赤ちゃんの時はね、可愛かったですね。可愛かったけどね、すごいいたずらしてましたね。とにかくね、多分歯が痒いんだと思うんですよ。もう噛みつくし、破壊するし、もう何でもありでしたね。このしつけるのがね、大変でした。正直。まあ犬の中でって言ったら、犬の中で多分トップクラスやと思います。しつけるのが難しいというか。あんまり言うこと聞かんから、と僕ね、感じたんですよ。犬でもこの人もすごい難しいわと思ってたんです。確かに初のね、しつけっていうのはね、ちょっと難しかった。今から思うとね、やっぱ難しかったと思います。もうね、おバカさんなんですよ。初、おバカさんやで。まあね、どっちかと言ったらね、人間の子供っぽいですよね。もうやったらあかんっていうことを絶対するから。次にね、キューちゃんが来るんですけどね、キューちゃんが来た時はね、最初はね、もうハゲ坊主やったんですよ。それからね、まあ家に慣れてくれて、キューちゃんの場合は何が大変やったかって言ったら、やっぱ散歩最初行けんかったんですよね。なんとまともに歩けなかった、まっすぐ歩けなかった。それはなんかずっと散歩は行ってなかったみたいで、それでね、まともにね、歩けなかったっていうのがあるんですよ。いや、キューちゃんが大変やったのは散歩ですね。散歩鳴らすのが大変 でしたね。ずっとね、散歩行ってたらね、慣れてくれたんですけどね。ねえ、キューちゃん、おい、キューちゃん、絶対忘れてるわキューちゃんね、階段も登れなかったんですよね。階段はね、ちょっとね、強引にね、引っ張ってみたんですよ。そしたら登れるようになったっていう感じで、まあそれをね、続けていったんですよね。ねえ、キューちゃん、どうでもええって言ってるまあそういうことでね、キューちゃんもね、ちょっと慣れてくれて、もう初ともう仲良くなってくれたんですよね。最初ね、キューちゃんね、もうおしっこしまくったのよ、そこら中で。一応ね、おむつつけてたんですけどね。いやー、これでもね、おしっこしまくったね。そして今度純ちゃん来るんですけどね、純ちゃんが来て一番大変やったのはやっぱハツとの関係ですね。これが鳴らすのがめちゃくちゃ大変やった。くじけそうになったぐらい。でもね、これ諦めることできんかったんですよね。いや、もうこれ続けるしかないわと思ってて。ハツってね、どっちかと言ったら感情を抑えることできないじゃないですか。この人喜んだらね、もう猫っていうことでね、喜んじゃうんですよ。もう爆発的に。で、ジュンちゃんからしたら赤ちゃんでやっぱ怖いじゃないですか。この人が喜んでるのか怒ってるのかっていうのがね、もう顔じゃ判断できん。もう顔がね、多分怖いと思うんですよ。大きいし。だから感情が読めることできんから、いや、怖かったと思いますよね。純ちゃんいないけどまあ純ちゃんとね、初の関係を
うまくいくっていうのがね、うまくさせるっていうのがね、一番難しかったと思います。仲良くさせるって言ってもこれで仲良くなるわけではないからね。それがね、一番最初にね、ハズとジュンちゃんがくっついた時ね、ほんま感動した。僕もうちょっと覚えてるんですよ。12月のね、31日ぐらいだったと思うんですよ。テレビ見てたんですよ、ジュンちゃんを抱っこして。そしたらね、ハツ横にいてたんでね、もたれかかってきたんですよ。だからジュンちゃんとハツが初めて絡み合ったというか、ハツがもたれかかってきたから、ジュンちゃんがね、起きてね、ハツの顔をね、ペタペタ触ってね、ペロペロしだしたんですよ。うわ、これいけたと思ったんですよ。いやー、あの時はね、感動しましたね、僕。ほんま大変やったんですよ。ハツも大変やったし、いや、ジュンちゃんも大変やったかもな。という感じでね、最初にね、くっついてくれたことはね、覚えてますね。その後からなんかね、寝るときはね、くっつくようになってきたんですよね。最初のね、留守番もね、僕ちょっと不安やったんですよ。どうなるかっていうのがね、でももう大丈夫やろっていう感じは思ってたんですけど、ちょっと不安はあったんですけどね、最初の留守番させたときは、まあね、3人くっついてね、待っててくれたんでね、上手にね、お留守番してましたね。もうね、ほんまにね、犬が育てた猫っていう感じなんですよ。ハツとキューちゃんがね、ジュンちゃんを育ててたっていう感じはしますね。いや、これね、大げさじゃなくて、なんかほんまにほんを感じるんですよ。ジュンちゃんがね、ニャーニャー泣いてたらね、すぐハツがね、駆け寄ってね、どうしたんじゃいって言ってくるんですよ、ハツが。もうキューちゃんも。で、ジュンちゃんが咳とかするじゃないですか。クンクンクンって言ってね、そしたらね、ハツもね、キューちゃんもね、すぐ来るんですよ。どうしたって、ジュンちゃんどうしたって言って。いや、ほんまに来るんやもん。あれ、ちょっとびっくりしたな。そしたらね、今度はね、僕がね、2階の部屋にいるとね、いつも知らせに来るんですよ、じゅんちゃんの異常を。ハツが、じゅんちゃんがいないとか言ってね、じゅんちゃん小さいから、で猫やし、どこに行ってるかちょっとわからないんですよ、ほんまに。ハツね、鼻じゃ探せんみたいで、報告しに来て一緒に探すんですけどね、もうびっくりするとこにいるんですよ、カーテンの裏とか。ゴミ箱の中とかで、ね、毎回知らせに来るようになったんですよね。そしたらジュンちゃんも真似してね、全部知らせに来るという。もうハツとキューちゃんがね、喧嘩してる時もね、ジュンちゃん知らせに来るんですよ。にゃー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 って言って、ハツとキューちゃんが喧嘩してるって言って、なんかご飯のね、取り合いとかでね、ちょっと喧嘩してた時もね、ジュンちゃん知らせに来たんですよね。もうハツとキューちゃんがね、喧嘩みたいにじゃれ合ってるとね、いつもね、ジュンちゃん怒るんですよ。あれもちょっとびっくりしたけどね、それも怒るのってね、大体がね、ハツだけなんですよ。キューちゃんじゃ全く怒らんのよ。あれはちょっと笑えるね。ねえ、キューちゃん。ねえ、キューちゃん。もううまいことね、怒られんようにね、すり抜けていくんですよ、キューちゃんは。いやー、今日のニュースはね、全くない。見事にない。何にもない。でも記事は読んだんですよ、一応。いやー、あんまりね、面白くなかったんですけどね。ま、海外のね、記事やったんですよ。このイギリス人の女性の方がね、歯槽膿漏でね、歯がね、ボロボロになってね、これは困ったということでね、もうインプラントをしたいということで、20本ぐらいをインプラントしたいということで、イギリスで治療するとだいたいね、400万ぐらいかかるみたいなんですよ。それが、トルコで治療すると、170万ぐらいで済むみたいなんですけど、それでトルコに行って、このインプラントの治療をするわけなんですけどね、最初に、治療して、20本ぐらいインプラントにしたんですって。そしたら顔がね、青タンだらけになったみたいなんですよ。動画に載ってたんですけどね、顔がほんまに
あの青タンだらけになったんです、腫れ上がって。それが2週間後ぐらいにはあのこの青タンも引いてあの普通になって、歯もね綺麗になったみたいなんですけどね。まあそれでね、あのなぜ青タンになったかって言ったらね、なんか血液をサラサラにする薬を飲んでて、まあそれ飲んでたらね、あの内出血とかしやすいんですよね。血が止まらんというか、要血栓ができやすい人は飲んでるんですけど、まあそれを飲んでたみたいで、それの影響で青タンができてた。まあね、結局ね、2週間後にはね、あの顔も元通りになって歯も綺麗になったみたいなんですよね。それで本人はね、あのもう大喜びで、あの歯も綺麗になったし笑えるし、大喜びだった、満足だったんですが、まあ他のコメントではね、まあ嫌なコメントとかもあるんですけどね、まだ治療は終わってね、どうなるかわからんとかいうコメントも多いみたいで、もうインプラントのね治療してね、それで自分に自信が持てて、あのニヤニヤ笑えて、まあ食べ物もあの食べれたらねいいんじゃないでしょうか。人生が変わったとかなんか言ってましたけど、まあそういうね記事がありました。まああんま面白くはないんですけど。レンちゃん待ってたー、レンちゃん、はい、あれ、はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に卵、今日はね、あの別々にやりました、これをニラ、まあ昨日の残り物ですよね。これはジュンちゃんがトイレに入ってます。はい、卵うますぎ、ニラやうますぎる、ニラうますぎる。ちっちゃ、いや今日の一番はねニラですね。はい、ブロッコリーうますぎる。はい、今日の味噌汁、豆腐とねネギとねを入れました。煮え切った味噌汁。はい、豆腐熱すぎる。はい、豆腐もう一回熱すぎる。豆腐しかないから。いやでもね、朝はね味噌汁がないとダメですね。はい、ヨーグルト、いや今日のヨーグルトも美味しいです。今日もね朝からねごちそうです。ハツとキュウちゃんはここにいます。ジュンちゃんはここにいます。またいたずらしようとしています。はい、今日はこんな感じです。